章7節から愛する者たち互いに愛しましょう愛は神から出るもので愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです愛することのない者は神を知りません神は愛だからです神は一人を世に使わせになりましたその力によって私たちが生きるようになるためですここに神の愛が私たちの身内に示されました私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し 私たちの罪を償う生贄として御子を使わせになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神はこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかって神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちの家で全うちです全うされるのです。神は私たちにご自身の霊を分け与えてくださいました。 このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた、御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを明かしています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。 神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスに王であるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜならば恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。 神は愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽りものです。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する者は、兄弟をも愛す,る愛するべきです。これは神から受けた OK です。一章を終わります。